体がもう3層ぐらい 3, 3日ぐらい描いた状態で、えー、これが4日目4日目ですねで、えー、油絵が乾く頃はですね油絵の具が乾く頃に、えー、何がやりたかったかっていうのはちょうど忘れるぐらいなんですね。 向き合った時にあこれ何やりたかったかなっていつも思うわけなんですけどちょうどそういう時に乾くっていう仕組みなんでしょうねもう最近はそれに抗わないで、えー、やっていますからあの毎回あの形が変わってしまうということなんですねでもそれもまた、えー、面白いので、えー、それに合わせてやっているんですけれども、えー、今回もプロセスの説明ということでえー 全体の見直しから入っていきますね、えー、大きく見ていく作業を最初にやって、えー、どういうトライを自分がしていたかっていうことを、まあ、触りながら思い出すわけなんですけれども、えー、どこでこの,この自画像を鏡で見て描いてるんですけれどもどこで描いてたかすら覚えていなくて。 でいつもここかなここかなと探しながらあこの辺だなと思ってそこに、えー、イーゼルを置いて鏡を置いて始めるんですけれども、えー、この場合は後ろに絵が壁に絵が描けてあったからそれに合わせて、えー、置いて、えー、セッティングしてあここだなという感じで始めています。えー、バックにあるのは,あれは絵なんですけれども黒い左側にある向かって左側にあるやつですね。 で最初は大きく捉え直す、えー、今見ているものの方が、えーえー、34日前にやりたかったことを思い出すよりも、えー、今見ているものの方を、えー、新鮮に捉える、えー、今見ているものはですね34日前から、えー、同じではないですし自分が忘れているということはもう変化している。 ということですからそのチャンスを捉えてですねその変化のチャンスを捉えて、えー、大きく変えていくわけなんですねこれで3、4日前が台無しになったとかは絶対にないわけなんですね、えー、でまぁ、あえーえー、だから最初取った形っていうのは必ず変わりますけれどもあの変わること前提で、えー、取ってはいないんですね、えー そういういことなんですねで。最初に大きく全体を見直して新鮮に今見ている形を捉え直す、えー、大きく捉えるということは大きく筆を動かさないといけないわけですから、えー、大きく構造を大きな筆で捉え直して、えー、色もですね色彩も大きく今見ている単純に見ているものを、えー、そのまま画面に持ってきて。 えー、もう一度、えー、新鮮に、えー、目で捉えるわけなんですね。これは明るいところを明るく見えるところをシルバーホワイトとイエローオーカーで、えー、置いていっているん、えー、ですね。 鼻のあたりは少し赤らんで耳も赤らんでいてで顔の真ん中花、えー、より上は大体いい茶色っぽい暗い影になってるんですねで。それを単純にそのまま描いただけですね。明るい部分をシルバーホワイトを使って、えー、描き起こしています。どうしても、あの 目、鼻なんかをこう見ていくとですね、えー、自分は意識しててていいいないけれども細かく見ていってるんですねそうじゃなくて大きくまあ大体頭を2つに分けてですね鼻から上とか口から上とかそんな風な感じでそれと顎とかそれぐらい大きく見ていかないとですね正確な位置ってなかなか見えてこないと思うんですね。で 上の頭部がこうあったら鼻がここにあって目がここにあるなって感じで色は何でもいいのであの、まあ、暗く見えたら黒っぽい色とか赤っぽく見えたら赤っぽい色でいいんで大きく筆を動かしていく決して表面を見ないであの大きく構造を捉えていく本当に表面ってあの騙されるんですね。見見てててるるのは大きくくんですが表面を描いていくと途端に ババラバラにななっていくもんなんですねこれぐらいの角度で横向いているのかっていうことでですね頭部と比べてですね目と鼻の位置どんな傾きかっていうのをこうネででガネで持ってですねちょっと角度を確認してるんですね。これぐらいの位置にメガネの端っこが来るということはこれぐらいの目の入り方。 で、えー、鼻の向き顔の角度なんだなということですねえー、口唇唇はクリムソン冷気ですクリムソン冷気で赤みをつけていますで今のシルバーホワイトは口の下の明るい反射ですねで顎でこれは外のバックですねバックから えー、顎のラインを見ててて、えー、削っていっいるんですね形を削り出していって大体肩がこの辺に来るなあっていう感じで前回の形を消しつつ、えー、今回の形を鮮やかに、えー、新鮮な形をあぶり出していく。でつい形ができ始めてくるとですねあのやはり。 気がつかないうちに細かいところを見に行ってるんですね。で、その形に合わせて細かいところを書きに行ってる。で、そういう時は。やはり、もう一回戻って、大きく見直す必要がある。と。いつも思います。だからですね、面相筆。細かい筆でですね、ずっと書ける人っていうのは、すごい技術ですよね。僕は全然できないんですが。 これ、はげ,げてますけれども僕ははげていませんでです、ね、髪の毛のある部分を、まあ、暗い部分生え際の部分暗いんでねあこれ髪の毛パッとつきましたけれどもえっとえげてはいませんえー、パッと今髪の毛が横をサイドついたのはですね髪の毛を上げながら描いてるんですね だからですね、上げてる時に腕がちょうどカメラとかぶっててですね何も映ってなかったんでそこをカットしています髪の毛上げるとですね髪の毛がどうついてるかが頭部にどうついてるかがよく分かるのですね僕よ,よく上げて描いてるんですけど手で描き上げてですねこれもバックから。 えー、肩をを攻めててていいいきまますすバックから肩の形を見ていっていますどれぐらいの空間が型、えー、と頭部の間にあるのかなでこれはですね後ろの絵壁にかかった絵が暗い黒い色絵なんで、えーえー、これはテールベルトとクリムソンレーキとブラックがぐちゃぐちゃに混じった、えー、絵の具でですね あの暗く塗っサイド暗く塗っていますねこれは絵のサイドキャンバスなんでねあのサイドですサイドを白っぽい色で塗って、えー、白が白だけでは目立ったないので少し黒を混ぜて、えー、グレー明るいグレーを作って、えー、白を置くとよく白が出てきてくれますでですねそれに合わせて壁の色後ろの壁の色がもっと側面と近い明るい色ですので。 えー、シルバーホワイトとイエローオーカーを混ぜた色を今置いていますそれで、えー、キャンバスの側面と壁の色を近寄らせています、まあ、そうするとですね光がバーッと当たったようになってですねあの顔の輪郭がぼやけてしまってるんですね僕はこういうのがあんまり好きではなくてまだ難しい 見えてしまうのでその明るい色を抑える色ですねこれが結構あのコツだと思うんですがあのルーベンスなんかもよくやってます明るい色を抑えるコツとしてその明るさと同じグレーを上に置くんですねこれはちょっとしたテクニックですがこのグレーの使い方がうまいか下手かで結構絵の技術って変わってくるように思います 明るめのグレーを下のクリームイエローみたいな色の上に置いて、ちょうど同じ明暗に合わせてですね、えー、置いていく。そうするとあの明るいだけじゃなくて、それが、えー、固まってくれてですね、えー、動かなくなって、えー、ある程度動きを抑えられるんですね。だから物質感が出てきますね。 光だけじゃなくて物質感が現れて、ええー、なんとかえそこに収まってくれると、壁なら壁になってくれるというような感じですね。これいろんな画家がやってますから、ぜひそこだけ注意してみても面白いと思います。ええでこれはですね黒の上にあのさっきの白と黄色白とイエローか。 の色を重ねてウエットインウエットで縫っていってるんですね置いていってるそうすると何でそういうことをしているかというと、えー、この黒がきつすぎるからですね抑えてるんですね、えー、薄くコーティングすることによって、えー、明るい灰色を出してくるんですね、えー、白と、えー、下の色が混じってですね明るい灰色ができるそうすることで抑えることができる